これ自己肯定感って言います。自己肯定感、どういうことか簡単に言います。自分で自分にイエスという、これ自己肯定感。ところが多くの人は自分で自分にノーと言います。この差はとても大きいんです。ここからは簡単な心理学のお話をしたいと思います。でも私の講演なので、とても分かりやすくためになる心理学をやりたいと思います。漫画です。ひそ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 、後ろの女の人なんか暗い顔してますね。キャサリン、ちょっとかぶりましたねちょっとかぶりましたが、キャサリン暗い顔してます。キャサリンなんか考えてます。頭の中で噂話を聞いてしまった。じゃあキャサリンの頭の中を皆さんでちょっと想像してほしいんです。ヒントを出します。噂してる、あれきっとすいません、噂話を聞いてしまいました。キャサリン、あれきっと、どうぞ。わかんない。よし、じゃあ次行きました。あれきっと、わかんない、できました。お願いします、どうぞ。あれきっと、なんかシャイですね皆さん。わかる人、何？誰もいない、答えてくれる人が、頼む。あれきっと、あれきっと、うん、筋肉、なんかそれ、あれきっとの、何？わかんない、分かった、簡単なんだけどな。すいません、あれきっと、わかんない。ちょっと皆さん、去年よりなんかおとなしいですね。去年の人結構ポッて言ったんですけど、わかる人でいきますよ。そうですよね、私のことよ、あれきっと私のことよ。多分キャサリンそう言ってます。で次の漫画、お母さんが男の子怒ってます。なんでもってあなた兄さんできないの、あなたダメでしょ、あなた。ポール、ポール暗くなっちゃったねえ、ポール。じゃあポールの頭の中、ヒント、怒られた、僕は本当にどうぞ。僕は本当に、どうぞ。ありません。お、すごいねこの中学校は。行くぞ。僕は本当にダメだ。あ、出たな、ありがとう。そうです。僕は本当にダメなやつだ。多分ポールはそう思ってる。ね、じゃあ皆さん、ポールの顔をちょっといじります。ちょっと前向きなポールにします。いきますよ。お母さんに怒られた、ヒント。あ、怒られた。何？兄さんは兄さん。兄さんは兄さん。よし、行こう。僕は僕。ありがとう。正解。兄さんは兄さん、僕は僕。限定します。あのね、楽観的な人ってトラブルにあったときに切り替える。限定して切り替える、こういうことするんだって。じゃあ最後、明日映画に行かない？いいえ、行かないわ。ナンパ失敗。マイケル、今度マイケルだ。行くぞ。ヒント、見ないと分かんないぞ。ヒント、振られたやっぱり俺は振られた、やっぱり俺は。いけ、やっぱり俺は。ヒント出せ、ヒント出せ。振られたんでしょ。そう、振られたんで。あ、そうそう。
持てない。当たり。切られてる。正解。そうですね。はい。やっぱり俺は切られてる。マイケルこう思ってるね、多分ね。じゃあ皆さん最後ね、マイケルの顔をいじります。ちょっと口だけだけどね、なんとなく前向きなマイケルになりました。なりました。はい。頭の中ヒント。あ、振られた。あ、タイミングが。あ、振られた。タイミングが。タイミングが。どうぞ。外に。ありがとう。はい、タイミング悪かった。また次次次。ね、ありがとう。トラブルを一時的と考えて切り替える、こういうことを楽観的な人はするっていうんです。以上のことをちょっと整理します。心理学者はこう言ってます。マーチン・セリグマン、簡単に言います。この人、今のアメリカの心理学会の中心にいる人です。元アメリカ心理学会会長セリグマン、こう言ってる。成績不振のほとんどは能力不足から来ているのではない。自分を悲観的に見る習慣から来てる。能力じゃない。習慣だ。これ皆さんちょっと噛み締めてみてください。中学3年になってなかなか成績が伸びない。これ皆さんの能力ではありません。皆さんの心のつぶやきの習慣です。これなんです。皆さんの心の中のつぶやきの習慣を変えると、どん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 変わってくる。